いボタンを知ってるか、青いボタンを知ってるか、戦え今がその時だ、空を見ろ発進5秒前、ジュースペースナンバーワン、戦国魔人ナンバーワン、宇宙スペースナンバーワン、戦国魔人ナンバーワン、ガシンゴーガシンゴー、戦国魔人ゴー将軍、宇宙スペースナンバーワン、戦国魔人ナンバーワン、宇宙スペースナンバーワン、戦国魔人ナンバーワン、戦国魔人ゴー将軍は1981年7月3日から同年12月28日まで放送されていたロボットアニメであり、全26話放送された。2001年、国際社会に巧妙に根を下ろし、全世界を小惑星とする幕の秘密結社ドクーナに謎の男サバラスに率いられたグッドサンダー部隊が挑むストーリーである。キャラクターにスポットが当てられ、メカアクション以上にその会話と個性的な人物描写に人気が集まった。特に美形の青年でありながら、何事も自分自身の美学を行動原理とし、美しい美しくないを口癖とするこだわりの変人、レオナルド・メディチ・ブンドル、乱暴者で八つ当たり用のロボットをやたらと蹴る殴るが愛妻家のヤッターラ・ケルナグール、情緒不安定ですぐにカットがあるため精神安定剤が手放せないスールにカットなるの、ドクーが山間部はその人間臭い描写によってコミカルな作風に寄与していた。